よく来たな、人間ども。僕はキーラ。人間どものわがままで自分勝手な気持ちを自己中に変え、闇のエネルギー、ジャネジーを集めてるのさ。あのキング自己中様を復活させるためにな。さてと、自己中なやつはいないか。いるだろう。どこだどこだ、自己中なやつは。おっと、お前だな、お前だな。大騒ぎしちゃえばいいじゃん。駆け回しちゃえばいいじゃん。このお前だ、お前だろ、自己中なやつは。ちょっと待って、心配かけてごめんなさい。でももう安心
虫さんもいなくなったし、みんなで遊ぼうよ。はい。私はごめんなさい。マコピー、何か用事があるの？そうなの。私、この後この会場でファン感謝祭を開くことになってて。ファン感謝祭？いつも私を応援してくれるみんなにお礼の気持ちを込めてイベントを行うの。私全然知らなかった。2人は知ってた？うん。もうマコピー、なんで教えてくれなかったの？ブーブー。ごめんなさい、実は急に決まったことなのよ。そうだったんだ。だから今日はママたち3人で遊んで。何言ってるの。そういうことだったら私たちもマコピーのファン感謝祭行くに決まってるじゃん。そうだよ、とても楽しそうですからね。ありがとう。みんなが来てくれたら私も嬉しいわ。で、ファン感謝祭ってどんなことやるの？歌を歌って握手会をして、あと、あとまだ決まってないの。何かみんなでできることはないかなって考えてるんだけど、何かいいアイデアないかしら。そうだなぁ。あのさ、じゃんけん大会は？じゃんけん大会？うん、集まったみんながマコピーとじゃんけんをするの。いいですわね。面白そう。うん、いいかな。じゃあ一回練習してみようよ。うん、みんなも一緒にやろう。じゃあ行くわよ。じゃんけんぽん。イエーイ、やった。負けちゃった。もう一回行くわよ。じゃんけんぽん。イエーイ、やった。また勝った。悔しいですけど負けてしまいましたわ。もう一回お願いします。じゃあ次で最後ね。せーの、私じゃんけんの天才かも。そんなこと言ってると本番で負けるんだから、うん、負けません。盛り上がりそうですわね。いけない、私準備しなくちゃいけないから行くね。はい、みんな楽しみにしててね。さあ私たちも行きましょう。あ、そうだ、私いいこと思いついた。みんなでマコピーのために、それいいね。